本当に助けなんか来んのかよ。避難勧告も全て解除され、交通機関も始発から全線通常通りの運行となっており、地震の影響はほぼ回復の見通しですが、気象庁はまだ余震の可能性が残っているとして注意を呼びかけております。ストップ了解。
日の地震で海底の地殻が裂け、マグマによって溶け出したメタンハイドレートが海中に放出されて、海水温の異常な上昇、魚の大量死を引き起こしています。それはメタンハイドレートの埋蔵分布図です。温められた水蒸気が上昇気流を作り、急激に発達した積乱雲がやがて台風を生みます。観測船凌風丸の CTD から観測された表層水温は水深100メートルまで35度でした。さらに海水中のメタン濃度は平常時の10倍です。課長、そろそろ。その時発生する台風の勢力は、最大中心気圧870ヘクトパスカル、最大風速70メートル、最大瞬間風速110メートル。巨大台風か。ありえないよ。いや、もういいだろ海野。課長はこの後本省で会議にご出席だから。まあまあ、待て。海野君、これはあくまで計算上でだ。迂闊な予報は市民の混乱を招く。引き続き慎重に監視を続けてください。はい。すげえ。いいなこれ。かっこいいな、やっぱ。かっこいいです。でも黒はね。いいじゃん。てか免許持ってないでしょ。うん。早そうだなこれ。早いです。でも。あまりスピードを出さない方が。あ、あ、いや。また来ます。ありがとうございました。客の気持ち添えてどうすんの。失礼いたしました。ちょっといい。え、ちょっと来て。はい。地震発生から4日目となる今日も、被害のあった各地ではライフラインの復旧作業が続いています。余震の方はようやく収まってきましたが、地震には日頃から備えておきたいものです。続いて台風情報です。極めて勢力の強い台風が発生しました。仕方ないでしょ、お仕事なんだから。しおり、パパは夕方までに終わるから、銀座で待ち合わせしよう。絶対約束。絶対約束。誕生日のプレゼント何かな。向いてないんじゃないかな、この仕事。え、うん、じっくり考えてみた。いらっしゃいませ。でも一生懸命頑張る。一生懸命なの分かってるよ。不真面目だって言ってるわけじゃないの。ほら、向き不向きの問題。意地悪で言ってるわけじゃないよ。君のためを思って言ってるんだよ、うん、あ、すいません、長坂でございます。お世話になっております。あ、ちょっと。はい。加藤さんから電話あって、納車明日なんだから。え、こちらの話です。すいません。はい。社長、それはできかねますが。仕事順調？え、
つから吸ってるの？もう吸わないよ。そうね、健康のこと考えたら吸わない方がいいかも。そうだよな。小石？え？前のお仕事。そんなことないさ。到着は？まだです。はしご車進入準備完了。了解、進入準備完了。よーし、よし、待った。5階だけだ。7階は間に合わない。5階にのみ侵入する。要救護者救援室。よし、ゆっくり休んでくれ。以上。気をつけ。わかる。よし、お課題撤収。報告あるか？特にありません。よし、お疲れ様。お疲れ様でした。どうした？自分は7階まで行けたと。行くべきだったと思います。強行していれば隊員に犠牲が出た。行けると判断すれば隊長は必ず行かせる人だ。しかし。なんだ？人命救助以外に我々に存在意義はあるんでしょうか？期待しました。ご苦労。実は報告は書面でいいかな？終了。あとは平服だな。重村、報告。はい。
平復したら終わりますから。ありがとうございました。何やってんだ重村、どけ。あげるからさ、お願い。じゃあコートは遠慮しないで。うん、そうだな。じゃあ指輪買っちゃおうかな。다시 말해봐. 聞こえてるか？
ません。すいません。東京湾岸部を中心に巨大な氷が降り、死者や怪我人が増え続けている模様です。でまた湾岸部は病院は複合的ですが、台風上陸の前兆です。申し訳ありません。ここまで勢力を維持して北上してくるとは予測できませんでした。いや、あなたの責任じゃ。でも私はあなたには期待してます。課長、こんな大きな氷が東京に降ったのは前例があります。諸君、至急上陸時間を割り出してくれ。はい。はい。
敵機器が1階部分を潰され、部屋に撃たれるようなもよう。1、2、3、ハンガー搬送、頑張ってください。もっと強いですよ。頑張ってください。橋本主任、よし。意識は低下しています。隊長、施設内でガス漏れが検出されました。やめー、よし、エンジン停止。開花も崩落が始まっています。退避命令を。脈も弱まってきています。輸血はここではできません。被害者を大腿部に切断して救助する。救助は速やかに退避。よし、マルホンよりハイパーレスキュー。大丈夫です。こちら8番シナハラ、マルホンどうぞ。新橋高架付近に活動要請。新橋高架付近に活動要請、了解。直ちに向かいます。しおり、現状指揮本部は新橋ロイヤルホテル放火した飲食街経由が最短距離。繰り返す、現状指揮本部は新橋ロイヤルホテル。病院搬送願います。嫌です、ここにいます。勝利、中急いで。生存者はいませんか？いたら返事してください。
してくれ。おい、大丈夫か。おい、死ぬよ。誰か。おい待てよ。どうなってんだよ。わからない。おい誰か返事してくれ。待てよ。生存者はいませんか。おい出口どこなんだよ。いたら返事を。おい聞いてんのかよ。静かに。おい誰かいるか。規模は予想以上だ。地下1階部分が潰れ、その範囲の地上部分が陥没しています。現在4つの隊が新橋駅周辺で地下に侵入可能な場所を検索しておりますが、まだ発見には至っていません。新橋に入り口がなければ虎ノ門駅、銀座駅から入れ。両方から挟むように侵入し、地下1階の逃げ遅れを検索。同時に銀座線の走る地下2階部分も検索をかける。了解。マシュマラ。篠原です。侵入できそうな場所を発見しました。中は倒壊の恐れがある。すぐに国交省から建築の専門家を送る。その到着を待って。これより侵入します。おい篠原。応急処置としては完璧だな。しおり、しおり、大丈夫だ。お母さんは大丈夫だ。上でしおりを待ってる。
分かりますか。しっかり。여기어디예요韓国語。日本語分かりますか。大体少し。お名前は。金素民。頼む。おお、捕まって。大義、侵入のから大義。新橋駅地下1階部分。隊長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 。あった、ここだ。うん、よかった。誰もおれへんのかって。早く早く中へ。待って、早く。早く走れ。こっちだ、早く走れ。もうあかん、あかん、早く入れ。もっと早く、早く入って。ここから見る限り水も引いています。要救助者を検索しつつ、地下構内駅道上新場正面と移動します。了解。銀座側からの検索活動は断念した。
新橋とちゃうか。廃駅になったもう一つの新橋駅です。前に一度入ったことがあります。おい、早くここから出ようぜ。出口はない。は？出口は潰れた。ここから動かない方がいい。おい、冗談じゃねえぞ。お前がこんな帰れっつったらどうすんだよ。おい、大丈夫か。ここで救助を待つんだ。救助なんかいつ来るんだよ。やめとけって。お前関係ねえだ。ちょ、ご飯は何するのか。お前謝れ。何だお前。謝れ。ちょっともうやめえな。喧嘩してる場合はないやろ。お前でかすぎだろ。いかがわしい真似して日本で金稼いでんじゃねえぞ。おい、うざくするか。しっかり。あんま興奮するとまた出血するぞ。向こうに休める場所があります。行きましょう。ちょっとあんた何者なんや。元を見れば大体何を言ってるか分かります。話すことはできませんが。ギャーギャーわめかねえだけ助かるよ。こんな状況でガキにわめかれたらたまんねえからな。わめいてんのはあんたやろうが。なんか言ったか。あんたも耳悪いんかいな。何？何や！二人とも！すいません。誕生日おめでとう。開けてみるか。お日様で遊ぶ何か不思議なもの。助けが来るまで頑張ろうな。だからいつ来んだよその助けは。今から呼ぶ。一緒に来てください。なんか方法あるのかいな。より300メートル現在のところ見事に確認できず。最初は2回、5回、そしてまた2回。これをできるだけ交代で続けます。252、何かの暗号かいな。ここで救助を待つ者がいるという意味です。いや、せやけどここ近いで。上にはシリウスや音響探査機なら大丈夫です。シリウス、ハイパーレスキュー隊の人命探査装置です。やけに詳しいじゃねえか。あんたレスキューかなんかか。どうなん。以前
レスキューにいました。篠原と言います。ほんまかいな。元とはいえほんまもんがおんのは心強いな。ならそのほんまもんに改めて聞くけどさ、いつ来んだよレスキューは。それは分かりません。分からない、分からないってさ。さすがほんまもんはちげえな。あのさ、ただでさえ土砂が崩れてきてんのに壁をガンガン叩く、いつ来るかも分かんないレスキュー待ち続けんのかよ。どっかしてんだろ。んなことするよりどっか出れる穴探すなり掘るなりした方が利口だろ。文句があるなら好きにせえ。穴掘るなり見つけるなり好きにせえ言うてんねや。俺はやるで、何としても助かりたいねや。進路は勢力を保ったまままっすぐこちらに向かってます。課長、もっとリアルなデータが必要です。予備の気象衛星を動かしてください。簡単に言うなよ。ですよね課長。観測部に連絡しろ。ですよね。危険です。すぐに中止させてください。連絡は入れてある。向こうも混乱してるんだろう。行ってきます。は？私にも責任はあります。ちょっと待てよ。待てって。おい、大丈夫ですか？こちらへどうぞ。断続的な地震があり、小規模な崩落が依然続いてます。国交省の野村です。秋山です。遅くなりました。お待ちしてました。慎重に作業を進めていこう。はい。すぐに救助作業を中止してください。気象庁予報部の海野です。私は間もなく大きな勢力を持つ台風が上陸します。それは分かっています。このまま作業を続ければ二次災害が起きます。二次災害？隊員たちを知らせるつもりか。隊長、隊長、
この車の先導車がまだ現場には存在しているんですか。先生教えてください。本当に中止なんですか。本当中止の命令が出されましたが、救出活動再開の見通しは立っているんですか。一言お願いします。戦争長いるんですよね。一言どうなんですか。一言お願いします。ちょっと待ってください。会見の予定はあるんですか。終わりましょう。いや、平気ですわ。まだまだやれます。それにもしかして今その知り合いとかで上から聞いてくれてるかもわからんさかいね。助からなあかん、助からなあかんのです。こう見えて子供が9人ですね。おまけに今も嫁の腹の中に、しかも心音が3つ聞こえるいうさかいね。おい、何さらすとんじゃ。食い物から泣いてんじゃねえだろうな。アホか。我が氷炭山精密機器が開発した試作品が入っとんのじゃ。試作品？どうせろくでもないもんだろ。何やと？大阪の中小企業を舐めとったら偉い目合うぞ。大阪の中小企業は大阪で商売しとる。大阪で売れたら東京来てるか。もうそれダメだろ。それ熱帯魚の水槽の循環装置、アワエモン試作品や。小型で外付けやから水槽内の景観を損ねることなく、アンモニアや有害物質を速やかに除去して、しかも万が一の停電にも予備バッテリーが働いて1週間も稼働するんや。すごい。これで海外旅行中も安心ねって。でや、おそれ言ったか。くだらねえ。笑っとけ、東京のニートが。俺の会社の人生かかった大逆転の商品や。あんた社長かよ。だいたいなんだよそのひどいネーミングは。やかましい。これでも開発費に3000万かけとんねん。マジかよ。お前に何がわかんねん。借金まみれで追い込みかけられて、女房子供を田舎に隠して、それでもな、それでも俺には最後の切り札なんや。汗水垂らして作った大逆転の鍵なんじゃ。おい、てめえやっぱ隠してんじゃねえか。なんだよ、おい。なんやねん、ほら、近寄ろ。おい、話すな。やめろ。おい、なんだ。やめろ。みんなで分けてね。すみません。あの、別に隠し持ってたわけじゃないです。
後からだよ、何とでも言えんだよ。結局誰しも自分だけは助かりたいからな。さっきのレスキューさん見てみよう。それぐらい助けられたんじゃねえか。頼む、仮眠室を見てくる。よう、あんたなんでレスキュー辞めたんだよ。君には関係ない。どうなんだ、彼女の容体は。君は医者だろ。嘘。俺はまだ研修医だ。それにもう今医者になる気もねえ。お前だって救命士の資格ぐらい持ってんだろ。頼む、
ディファンスがある。多分副口内出血だ。どうすればいい？もう無理だよ。輸液だって輸血だってできねえんだぞ。輸血か。無理だって。器具だって消毒液だってなんもねえじゃねえかよ。何？いや、あかんて。だいたいうちの青山なんか輸血のどこに使えんのかいな。お前バカか。漫画じゃねえんだぞ。そんなのリスクは高すぎる。不適合や感染症で可能性はあるんだな。俺はやらない。なんでよ。死んだら俺のせいなんだろう。できるかどうか俺は聞いてんねん。絶対そうなんだよ。俺は分かってて言ってんだよ。もし何かあった場合、ここにいるみんなが君に頼んで処置してもらった、そう証言する。何もしなければあの人は死ぬ。俺はお前らの言ってることなんか絶対信じねえ。てめえが助かる見込みだってねえんだぞ。もうみんな死ぬんだ。しっかりしろ。俺たちは助かる。誰一人死なない。だから無理なんだよ。お前だって抗凝固剤がないと輸血できないことくらい分かってんだろ。そのままやったら 100% 死ぬんだよ。イニティエだ。なんで持ってんだよ。あの水を柔らかくする作用があるから。できるんだな。あんた下世話だ。いい。
なんで言った方がいい。うち親父も医者だったんだよ。開業医でさ、結構いい医者だったんだぜ。夜間でも休診日でも急患が来たら断らなかったし。だったってことはもうリタイアなさってるのか。ああ。訴えられちまってさ。訴えられた？休館にちゃんとできるだけのことして、あとはでかい病院できちんと見てもらえって言ったのに、そいつはそのままにしやがって。死んでから家族が訴えてきた。今裁判の最中なんだよ。まあ医療過誤で訴えられたって保険入ってるから本当は平気なんだけどさ、仮に民事で負けたとしても医師免許取り上げられるわけじゃねえし、いくらでも医者は続けられんだよ。でも親父はさ、訴えられたことがよっぽどショックだったのか、重症のうつ病だってよ。僕の三領域のリンパ節覚醒が必要なのであります。人殺し！そんな親父の哀れな姿見せたらさ、もう医者なんかなりたくなくなっちまったんだよ。いや、医者は大丈夫。私死なない。あんたに迷惑かけないよ。生きるから。弟、あんたと同じ年ぐらいなの。軍隊いて去年帰ってきて今年結婚するって言っていて。よかったよ。弟、すっごく働いて働いて、私のうち貧乏だから働いて、そうしたら昨日交通事故で死んだって。昔はすっごく悪くてバカで、いつも喧嘩して、死んだら何もできないよ。やっとこれから幸せになるところだったのに。助かりたいな。いや、絶対助かろう。みんなで。な。
ぞ。ありがとうございます。待機は命令だ。熱くなるな。なってませんけど、俺たちの安全が要救助者の命より優先されるのは納得がいきません。命を投げ出すことだけが職務じゃないだろう。しかし命がけであることは間違いありませんよ。なんだと。なんすか。待て、俺はこの仕事に誇りを持ってる。死んではつまらんだろう。ですから今この場の人命救助こそがその仕事じゃないですか。それはお前に所帯がないからだ。なあ、女房子供残して死ねるか。じゃあその身内がここに埋まってても同じことが言えますか。一般人と身内とで救助に差をつけるんですか。それ以上偉そうな口を聞くな。待機は命令だ。身内だろ。
から水が出とる。ほらほらほら、あっちもほら。地盤の保水量が限界を超えたんだ。電車へ。しおり、しおり、起きてください。俺のせいだ。何してんねん。
前ら死んだとでも言いたいんか。何抜かしとんねん、勝手に決めつけんな。兄貴、助けなきゃよかった。それが何や。兄貴に憧れてた。後を追ってレスキューなんかに、レスキューなんかにならなきゃよかった。そのレスキューの助けを待ってんだろ俺たちは。俺らがやってたのを見てたんだ。賢い子や。俺ら見てみ、生きとったやろな。音響探査機を持ち出しているようです。生きてること上に。そやな、何があっても諦めたらあかんねや。そやろ。隊長、北原隊長。 OK、 OK。 勝手に何やってんだ。探査機に反応があります。何かを叩くような音が。単音2、単音5、単音2、2号2、2号2なんだな。間違いありません。有事だ。発信源を計測したところ、廃駅となっている旧新橋駅からです。廃駅？東京高速鉄道か。旧新橋駅に続く側道があります。その側道入り口が瓦礫で塞がっています。しかし資機材を使えばなんと。側道入り口周辺は
完全に崩落しました。青木、そこも危ない。すぐに退避しろ。命令だ。了解。旧新橋駅の状況は？かろうじて持ちこたえてると思われます。いや、違う。旧新橋駅の上も徐々に陥没が始まっています。このままだと1時間以内に全体が崩落する可能性があります。本部長、お願いしたいことがあります。何だ？旧新橋駅の上に穴を開け、侵入路を作らせてください。危険です。それに重機を使って1時間以内に穴を開けるのは不可能だ。爆薬使用の許可をお願いします。無茶だ。地震と高潮で地盤は緩み切ってる。そこで爆破なんかしたらどうなる。議論をしている余裕はありません。仮に穴を開けることができたとしよう。ではそこから要救助者たちと隊員が時間内に再艦できる可能性は限りなんです。ですから時間内に救出するための爆破です。爆破そのものを論じてるんじゃない。生還の可能性だ。可能性はゼロではないはずです。ゼロに近い。違う。黙れ。しろ。いや、黙れません。レスキューは全員が無事に戻ってきて初めて成功なんだ。お前ならそれがよく分かってるはずだ。助けを求められてるんです。爆破後は自分が一人で入ります。我々は隊員の誰一人として失うわけにはいかん。気持ちは分かるが許可はできん。見殺しにしろとおっしゃるんですか。爆破後の救助作業に時間がかかるならヘリコプターで釣り上げられませんか。海のどうかしてるぞ。お前、俺たちは警告しに来たんだよ。矛盾したこと言ってる場合じゃないんだよ。分かってますよ。分かってるなら冷静になれ。無理です。え、止めなきゃいけない立場なのは分かってますけど、後悔してほしくない。納得いくまでやってほしいんです。命がけの仕事だから。海の分かってますから。大きな声出さないでください。海野さん、この嵐の中ヘリを飛ばすことなど。風はもうじきやみます。台風の目に入りますから。新橋周辺は台風の目に入る時間、抜け出る時間、計測することは可能なんですか。はい。本部長、やらせてください。有事のことです。きっと校内にいる人間を束ねて生存へと導いているはずです。たとえわずかな可能性でも、今目の前で救助を求めている人々を見捨てるわけにいきません。やらせてください。お願いします。お願いします。やらせてください。お願いします。やらせてください。やらせてください。分かった。責任は私。投げるな。責任は士官の俺が負う。
明らかな3メートルが限界だと思われます。しかも地下の生存者のことを考えれば爆破は少量の火薬を用いて数回に分けて行うべきだ。時間がありません。一気に爆破しましょう。しかしそれでは下には元隊員の私の弟がいます。他に応急助手がいれば安全な場所に誘導しているはずです。爆破ポイントはこの場所、間違いありませんか。30分おきに画像を送ってきます。台風の速度と進行方向、そして台風の目の直径が分かれば風の山をおよそのタイミングと時間が分かります。本部長、爆薬の設置ポイントが確定しました。あとは爆薬を詰めるだけです。先ほどおおよそのとおっしゃいましたね。その確率はどのぐらいでしょうか。もっとリアルタイムなデータがあれば。海野、気象レーダー使えば予測できるだろう。レーダーはダメです。風の障害で停止してます。侵入路を作るつもりだ。アホな、今爆破なんかしたらしおりちゃんが。台風の目に入るのが7時14分、抜けるのが7時32分、風が確実に収まるのは18分間だけです。18分。その間に救出を終えなければ今度は猛烈な吹き返しが来ます。限界まで水を捨て緩んだ地盤はその吹き返しには耐えられないと思います。その18分に全てをかけます。お前たちはここに残る。警戒隊が配置につき次第全員で突入する。よーし。
ション球場準備完了。よし、了解。準備かかれ。よし。Thank you.
장례식 때 거기 있을 사가야 나. 우리 한별이 장례식이 있어서 당분간 쉬어요. 네, 나한테. 우치노미세 타카요. 助かったのか。医者、続けてみたらどうだ。え？君なら命の重さが分かる。あんたのおかげで大事な手がボロボロだ。篠原さん、ハーネスをつけてください。ダメです、篠原さんが先に行ってください。これは最後でいい。バカ野郎、カッコつけやがって。風の向きが変わった。予測より早く吹き返しが始まります。何？釣り役急げ。久しぶりですか。こいつが辞めて以来だ。結局一般人の男を一人後回しにしまった。俺も失格だな。間違ってませんよ。あなたたちはあの時も、そして今も何一つ間違ってない。それにユージは一般人じゃない。ユージ、乗り越えたのか。Come on in!
隊長、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 来てる、隊長、隊長、隊長、死ぬわな。隊長、搬送しろ。よし、装備よし、装備よし、1、2、3。
ユージ。進行方向を見返りホームに侵入するよ。いいか。よし。隊長。隊長。助けが来るまで頑張ろうな。友情を待っている家族、あなたたちを頼るしかないの。届いた。熱熱熱熱